穏やかで優しい紅だ。この紅が九谷のくどさを救っているようだ。一はけの紅を置いた人はさて置いて眺めて思いを馳せる。それもひとときのことで、悪くすればいじり回した後手放される。結局はそういうことになりますわね。女もか。そうは言うとりません。私は焼き物のことを言うとるがです。お仕事のお邪魔でしょうから退散します。そこにいてくれ。私はモデルがいないと描けない。私がこんな年寄りで嫌ですね。後が怖い。怖くありませんよ。成り行きですか。それも楽しみの一つですわね。先生、ちょっとお待ちを。お前は誰だ。夢二だ。御衆に追いつけ追い越せの夢二だ。これが私の絵か。さよ。その歯の絵はクソくらいだ。やめろ。ほざけほざけ。四六時中引き目を感じてるくせしやがって。お前の心に聞いてみろ。お前は誰だ。夢二だ。お前は。夢二だ。金沢の夢二だろ。なんだって。俺は肩書きなしのオロール店の夢二だ。あそこに扇子を入れろ。これだ。三国乗りて今大活。何グズグズしてる。右、もうちょっと左だ。中頃愛向こうが今年。どけどけ。お待たせしました。先生。今出て行ったのどなたですか。先生、これ私が婚礼の時に持参した加賀友禅です。じゃ、旅に会い旅に別れと忘れゆく夢二だ。夢二だ。三人、四人、五人。ああ十人も夢二がいる。それぞれの夢二先生が激しく生きていらっしゃるんですね。顔がない。顔が Francesca Bercini, Pearl White, Mary Pickford, Lillian Gish, Gloria Swanson, Ala Najimova, Paula Negri.
してたんだろう。帰ってきたぞ。今夜は宴会だ。脇屋総吉の復活祭やるぞ。金沢から芸者呼べ。ついでに夢二も呼べ。